こう見極めながら、で今日は金村投手が先発なのでスタメンキャッチャータミヤということになりましたけれども、はい、ここまではねずっとこう伏見選手が状態が良くて、うん、スタメンが続いていました、はい、清水監督というか、まあ、ホームのメンバー的にもとここは近藤がタイムをかけます。ちょっと虫が飛んでます。ちょうど打席のところ虫が飛んでいました。粘りました。やっぱりいいピッチャーですよね。そうですね、ロッテの3番4番は三振ですからね。はい、打ち上げました。キャッチャーの佐藤が追う、追う、どうだ、取った、佐藤俊也取りました。これも一度大きく外れてフォアボール、ノーアウトランナー二塁一塁、エスピノザ・ミッツとこのボール取れませんでした。ここからボールがこぼれてここです、取れませんでした。そして今年も質問させてください。このマイクについているものは何でしょうか。じゃがいもっすね。